こんばんは、皆さんお疲れ様です。いや、ほんまにマジで寒いで。でもめっちゃ可愛いやろ。キュンマート、キュンわ、え、I love you やって、ありがとう、めっちゃ可愛い。ポンちゃん、ありがとう。皆さん買いましたか、キュンマートの売ってるんかな、今在庫あるんかな。あ、ミラありがとうございます。めっちゃ寒い。あのパーカーも持ってるんですけど、あのいやいっかなって。なんかあのね、あ、なんだっけ、この上にスウェット着てたんですけど、スウェットが黒で、黒やったら白飛びするから急いで脱いだ。そのスウェットの下にこれを着てたんですけど、レッスン着としてね、バイト中なのにまた着てしまった。にゃにゃにゃ、おちゅかれー。私キュンマートのシールスマホにずっと挟んでるので、毎日キュンマート感じてます。めっちゃいいやん、さすがです。いいね、さすが、もう意識が高い、さすがですわ。もっと鼻がかゆい。お、こんばんは、くにゃん、初見さん。はあ、寒い。いや大丈夫やで、めっちゃ毛布かぶってるし暖房つけてるから、ほんまに大丈夫。キュンマートやし可愛いし、明日お礼公演ですね、楽しみや。はにゃーやって、はにゃーはにゃーって最近流行ってるよね。なんやろね、マイメロちゃんかな、はにゃーみたいなね。はにゃーちゃうわ思って、わかんない、聞いてます。はにゃーってなんやねん。これかぶっちゃうとキュンマート着てる意味がなくなっちゃう。キュンマート見えるようにしたいな。それちょっとね、見えるようにすると若菜が映らんね、次。だから私を映します、仕方なく。念の念の念が流行ってます。もう若菜流行知らんからね、ありがたいです、流行教えてくださるのは。念の念、念の念の念ってどういう意味ですか。どういう時に、どういうシチュエーションで使う言葉なんですか。あ、忘れてた、今日ショールームしようと思った理由は特にないです。今日メイクするか悩んだんですよ、さっきまですっぴんで、リップ塗ったし眉毛も描いたし、もう今はもうお化粧タイムでした。さっきまで言うてお化粧できてないです。はにゃ、はにゃってね、ぽよぽよも流行ってんの。はにゃじゃないね、はにゃ。念の念の念ってどういう意味、どういう意味、ちょっとほんまにちょっと気になるんですけども、ちょっとあの教えて、ちょっと気になるよ。生まれてからずっとニャーニャー言ってます、それはもう猫です。わかにゃん好きだな、ありがとう。カタンしか汗汗、カタン汗汗しかカタン、わかなはいそいそしかカタンです。カタンは知ってるよ、あのカタンは知ってるんですよ、ギリギリ。ぽよはカービィです。ほい、ぽよぽよぽよ。このね、多分ホワイトデーイベントなんかな、この青色のクッキーとか青色の天使みたいなのがアイテムにあるのは。ちょ、可愛いな、若菜が青すぎてしてんねんな、頭が痛いです。念の念の念は語尾につけます、流行ってるのは私の中だけです。あなたの中だけなんですね。なるほど、念の念の念長ない、念の念の念、念の念の念、8文字もある。はにゃ、まじまじ。頭から離れんくなった、よかった。かわいいやって、なんか最近めっちゃ甘やかされて申し訳ないわ。
最近の JK はカタンシカを先に言うんだよ。怖い怖い。カタンシカ〇〇ってこと？それ要件先に言わんのはちょっとあれやん。英語と同じ文法の使い方よ。 I love ホニャララとか、なんか日本語はね、わかんないか勉強してる時に、もう今勉強してるんですけど、英語の最初って、日本語ってお寿司が好きですとかじゃないですか。でも英語は I like 寿司で、好きです寿司がって、あれこれなんだだから文法反対に言うの英語みたいやな。今日引っ越しして今コンビニ行ったら迷子になった。わずわずは分かる、過去形ですよね。昔流行ったよね、今も使おうかな。にちゃカタンシカワカニャンってこと、うん、そういうことらしいね。そう、お寿司って俺、あー違います。嘘って言葉。そう、土地方なんか土地方好きよ、好きよ土地方ってことやな。寒いんですけども誰半袖でショールームする人、マジ誰、私やん。寒すぎるんですけど。日本語は最後まで聞かないと結論が分かりません。そうなんよ。好きよ若にゃん、ありがとう若菜もありがとう。お、ちょっと待ってや、あ、ちょっとストップ、あ、あい、なんかいっぱいマシュマロが出て、わあ、もう若菜のほっぺのよくいっぱいマシュマロ。そう、 T シャツ着まった、今日誕生日を迎えてしまった。ハッピーバースデー、寒いから暖かい格好してください。私が言える立場じゃないっていうね、半袖の私がね。マシュマロ好き？マシュマロ食べれないんです、実は。食わず嫌いかな、うん、言うと多分食べれるんですよね。やけどなんかね、ちょっとほんまに若菜が生まれてすぐぐらいにマシュマロ食べて苦手やった印象があるから食べれてないんかな。多分きっと食べると絶対食べれるんですよ若菜、基本何でも食べるから。なんでやろマシュマロはね、なんやろ食わず嫌いかもね。明日から春休みなので私も祝われたいかもしれん。え、春休みおめでとう。独特。じゃあね、若菜は今日はちゃんと、あ、お母さんがパーカー持ってきてくれた。もうドア開けた音で分かって、ありがとう。裏肝、これちょ見て、裏肝なんです、ありがとう。あ、猫はちょっと大丈夫、お母さんドア閉めてほしいな。で、ちょっと連れて、いいよありがとう、いいよ、かっちゃんしといて、ありがとうございます。お母さん優しいからね、若菜のショールーム見てるんですよ多分ね。若菜の声が大きいだけか。そっかも、あのちょっと黄色黄色でめっちゃ美味しそうな色で、も若菜は大好きです。キムアートのパッカー持って見てよって、くしゃみしていいかな。うやふい、今日はちゃんとくしゃみ出てよかった。あー寒い。あ、ミラありがとうございます。あ、わかにゃーん、かわいい。着てるだけでビタミン C 摂取できそう。ほんま摂取できそう。ビタミン C カラーやからな、これはちょっと意識したからね、ちょっとはね意識したつもりだけど。寒い、
ちゃ寒かった。ちゃうねんちゃうねん、あのくしゃみが出る理由は 100% 花粉症。さっきも花粉症の薬飲んだし、あ、皆さん花粉症の人薬飲んでくださいね。花粉症やから。そう、ご飯食べや、食べた、おうどんでした今日は。もいきやん、かわいいね、さすさす、かわいい。忘れてました、今から飲みます。うん、飲んで飲んで、ぜひぜひ。なんか、あ、テスト赤点なかったです。よかった、よかったよ、ほんと。赤点ないのが目標ってわけじゃないけど、赤点ないだけ落ち、あの安心しますよね。チャリコ入れたら500回ぐらいくしゃみ出るみたいなことはさすがにないんですけど、長い、長文だ、しんどいですよね。しんどいよね、わかる、わかる。だから今マスクの時期がありがたい。なんか基本わかなはコロナ前はずっと花粉症でもマスクが苦手で息苦しくなるからマスクしやんかったんですけど、そうすると花粉が直当たりやからひどくて、でもこの時期マスクは絶対するから花粉がマシな気する。薬飲んでんのもあるけど。もうやばい、うん、パーカーもキュンマートのせやで。キュンマート、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 オセロみたい。マスクしたらホニャララルンよ、ホニャララルン、こんばんは、ガニャン。麻雀してたら通知気づかんかった。あ、ちゃうちゃう、麻雀で思い出して、わかんないね、若菜の高校の友達がね、めっちゃ一番仲いい子なんですけど、めっちゃなんか最近麻雀にハマってるらしくて、でほんで若菜そのこと聞いて、いや若菜もしたいって言ったら、じゃあでもルールわからんって言って、そしたら友達が、いや私が電話で教えてあげるから一緒にしようって言って、電話しながらゲームして、麻雀のルール一から教えてくれて、若菜の NMB48 のてっぺん取ったんで、マージャンてっぺん取ったんであるじゃないですか、アプリでやってるんですよ。めっちゃ面白いで、ちょ皆さんほんまに若菜が教えるからやってほしい、までやってなくてマージャンルール分からへん人、ほんまに楽しい、めっちゃハマるから。ポン。でもあんまルールまだ初めて3日ぐらいで、あんまりなんかいまいち分かってないんですけど、ポンチーなんだっけ、缶みたいなやつ、ツモ。めっちゃ面白いからやってほしい、一緒にやりたいよね、ほんまに面白いよ、ほんまにほんまに面白いから。僕これ真剣、ずっと今日行ったのね、暇な時はずっとやってる。ほんまに面白いよ。チーはしない方がいいと思う。ポンはしない方がいいと思う。出た、上がり。やろう、皆さんしましょう。全然ダメだってね、全然あかんかったなみたいなやつ。リッチ一発ドラドラマンガン、リーチ、あ、リーチ。どうして上がろう。おあかん、面白い。結構皆さんやってくださってるんです。そう、あのね、若菜の最初ね、チュートリアルっていうか、なんかゲーム入れてすぐにガチャガチャが回せるんですけど、そのガチャガチャで、あの渚さん、渋谷渚さん、同じキムマットなんですけど、渚さんが当たって、渚さんをカードに、わ、あのなんかね、推しメン登録みたいな、推しメンカードみたいな、目にほこりがありました。取ってきていい？痛いよ。なんかね、推しメン登録、推しメンカードみたいなのを渚さんにしてます。一番強いカードがそれやから、ほんまに面白いね。やしませんか、一緒に。一緒にしよう。
ねえ、若菜も麻雀アプリ早く参戦したいです。勝つ気でおるからね。勝つ気はもう若菜、そのもし参戦した時のために私はもう最強に強くなるんで、誰にも負けない強さで。ほんまに楽しい。でもいまいちまだ麻雀のルールが分からんから、なんか友達からは白発注がソロ、なんか白発注もソロうちに入るって言われたんですけど、ソロうちに入らんくて、よく分からんくて。うん、話してるだけで楽しいんですよ。もうそれぐらい白発注なんや。やめて、もうやめて。白発注なんだって、友達しろって言ってたもん。もうそんな、そんなもう、そんなもうやめてやめて、もうみんなしてやめて、そんなもう吐とかなんかもう言わんといて。はあ、自分の風か白髪中ならないと OK。 うん、難しいな。うん、いまいち分からへん。難しい、やっぱり白髪中か。そっかそっか、そうかいそうかい。今日は余裕持って45分にランキング読みしますね。若いの喋るの遅いから。白髪中ね、すいません、麻雀やってない方わからないですよね。一緒にしませんか。若菜があの一緒に教えながらするので。しよう、ほんまにしよう、ほんまにしよう。もう面白いから。なんかコメント流れてこないなと思って、若菜が止めちゃってただけでした。その子も NMB48 の麻雀してるの。その子には違う麻雀アプリやったから、そっち入れてって頼みました。一緒にしようって。白です、もういいよ。若にゃんが白って言ったら白や、せやで、白や、白髪中なんですよ。若にゃんがわからないマンジャー用語でコメント欄埋める選手権かなんかですか。やめてや、若菜も私初心者やから、優しくして初心者に。難しい難しい、まだ難しいわ。一緒にしましょう、ほんと。そう、ルールは友達に教えてもらったから基本ルールは分かる状態なんかな今。ハマりますよ、お母さんにも勧めたんですよ。その NMB48 のね、てっぺん取ったんで、麻雀てっぺん取ったんで、お母さんもやってます。お母さん麻雀得意家で、私って言って麻雀めっちゃやってました。面白かった。ヤックは難しい、マンガンがいいんやっけ。にゃん、ボンちゃん、ヤックまだ難しくてね、まあ、もうちょっと友達に教えてもらおう。ドラとかもあるんですよ。ドラが何かね、ちょっとよくわかんないです。教えてください、若菜に。1500と2万、若菜1500やってる。ハートがね、いっぱいやりたいから1500の方をよくやってます。23333と並べればいいだけ。うん、なるほどね。なるほどなるほど。めっちゃ面白い。あ、おかにゃん、今日もかわいい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 、いいが多い、ありがとう。いい、7期生の3人目のおしめになってもいいですか。どうぞどうぞ。3人目、1人目と2人目誰か気になるんですけれども、あの誰ですか。いいわかんない、逆に3人目でも。そう、ドラは黄色いやつ、そうそうそう、多分そう、合ってると思います。ちょっとコメントが読むの遅すぎて今追いついてない状態です。ごめんなさい。
猫おるよ。ふうはなぜ面白いんや。ふうはのうがちょっとちっちゃい。ふうはのファンの方かな。なぜ面白いんや。ふわふわしたい。かわいい。ふわふわしたい。ふわふわしたい。ふわふわ。かわいい。ふわふわ。にゃんこ落ちた。飛び降りたんです。僕の位置には10ピッピです。ごめんなさい。全然謝らんといてください。10ピッピ。いいよね。あやかも、アンジュも、二人とも面白いから。いいんです、いいんです。いいんです。ボンちゃんが来たそうにしちゃう。あ、こんばんは。9時から始めようとしたんですけど。9時20分から始めちゃった。秋までね、麻雀したりしてたからね。ん？難しい、ほんまに。褒めてください、楽しいです。偉いねー。よしよし。よしよしが激しい方のよしよし。ちょっとあんまり面白くなかった。大輝さん、やっぱりニックネームが表示されてなかったみたいなんですけど、でも文末の最後っていうんですか、文の最後に名前入れてくださってたから分かりましたよ。よかったです。こんばんは。なんか褒めてくれたん、おいしいやん。ああなんかすごい。ああ大輝さんの兄。なるほどなるほどなるほど、兄弟やったんですね。なるほど、兄弟で若菜のこと好きなんですね。あらやだ、にゃんぴっぴ推しです。わー、ありがとう。にゃんぴっぴ、そういや、まいちふわふわ、アンジュアイピと、アンジュアイピとかと電話ってどういう時にしてるの。暇な時、暇っていうか寂しくなった時かな、誰かがとか会えてないよねって時、若菜が電話かけたり、ふうわがみんなに電話かけることが多いね。結構そうなんよ。そうなんですよ。ちょっとコメントが追いつかない、ごめんなさい。昨日のモバメの返信つもり頑張った。うん、じゃあもっと更新してみますね。モバメの返信届いてるか。ありがとう。りょうくんはゆいなさん推しなんですね。ゆいなさんお肌白くてもちもちで、なんかね、ゆいなさんとゆなが仲いいんかな、多分。ゆながね、ゆいなさんってやってるのが印象的。ゆなかわいい。あと落ち着かない、どういう話してるんかも。そう、グループ電話かな基本。何話してんのやろ。特に内容薄いです、ほんまに。全然マイチーとか名前呼ぶだけとか、特に何も話してないけど、寂しいからかな。何話してるやろ。なんか思い出されへんぐらい特に内容濃い話はしてない。それがいいんですよ、私たちは。きっときっとね、それが多分一番いいんですよね。少し垢抜けましたね。あ、ほんまですか、よかった。垢抜けるっていうのちょっとよく分からへんけど、分からん。確かにオーディションの時は表情無表情やったしね、垢抜ひどいね、あれは。垢抜ね。目かゆい、目薬、あんた目薬差し。花粉症ちゃうか、赤にゃん髪染めたい。特に今そんな髪染めたい願望はないですね。なんかね、結構黒くて髪色が、黒も可愛いなって思ってて、髪色すごい、なんか自分の髪色好きですよ私。黒やけど。そう、45分、キャーランキング見しましょう。ありがとうございます、皆さん教えてくださって。あ、ちょっと皆さん、ここポイントですよ。ちょっとだけはけてる
なんて言うんですかこれは、わかんないですランキング見いきます。今日も花粉症です。ちなみに13位、あ、友人さん、あのモバメ撮ってくださってますよね、返信くださってますよね、だって違うかと言ったらごめんなさい、多分くださってる気がして、いつもありがとうございます。あの若菜得意のうねうね見せます、ありがとうございます。寒いです。12位、撮ってくれてんのかな、うん、やんな、返信してくれてる。12位、マスオさんあのね、若菜はモノマネ何にしようってです、いつも考えてます。何しましょう、何しようかな、何しようかなって思ってます。マスオさんいつもありがとうございます。フグタくん、スタンディングオベーション、いつもありがとうございます。11位、あ、ベリマユアットマーク、あかりっこさん、ベリマユさん、ベリマユさん、名前を来たことある気がするんですけど、どうですか、なかったらごめんなさい、失礼ですよね。ベリマユさん、ありがとうございます、お久しぶりな気がするんですベリマユさん、見つからんコメントしてくださいありがとうございます、また来てくださいね、決まった10位、あ、マツアットマーク香港さん、マツさん、香港は、じゃあ若菜はおすすめスポット聞いたし、お菓子聞いたし、ご飯聞いたし、なんかあるかな、でもね若菜さんめっちゃ甘いもの好きやから、香港のスイーツがまた知りたいです。じゃあ、香港の、香港はお餅ありますか、お餅のスイーツとか教えてほしいです、いつもありがとうございます。キュンです。9位、みんなのそば飯アットマーク、知ってまでは見えるんです、知ってるかな、そば飯知ってるよ、わかんない、めっちゃ好き、そば飯は冷凍食品であるんですよ、もうそれを昔から食べてた記憶がある、そば飯っていう焼きそばのちょっと短く切ったやつ、もう結構短く米粒サイズのやつと、焼きそばソース、お米を焼きそばソースで炒めたみたいなやつ、多分だ、ほんまに美味しいから皆さんぜひ食べてくださいねどこのそば飯やっけ、そば飯はどこの県のやつやっけな。白米さん、いつもありがとうございます。8位、カフェオレさん、アットマークドンブラコかな、ドンブーまで見えるから、ももかのファンの方ですね、この前も来てくださって、最近よく来てくださりますよね、ありがとうございます。ビッグラブでお願いします卵焼き、若菜のことも好きですかありがとうございます。8位です。7位、大輝アットマークりょうの弟さん、結局はあの兄弟なんでしたっけ、あれちゃうっけ、兄弟じゃなかった、兄弟ですっけ、ちょっとそこの男の関係はよくわからないんですけど、大輝さん楽しいなんですね、ありがとうございます6位、三方町さん、三方町さん、いつもありがとうございます。あの見えますか、若菜の手、多分見えてないですよね、高速で振ってるから、この猫の毛、いつもありがとうございます。あのお体には気をつけてぬくぬくしてくださいね、若菜もぬくぬくします、ありがとうございます。5位、ひろきさん、あ、昨日も来てくださってた、連続世界チャンピオンですか、え連続世界チャンピオンって何ですかひろきさん、猫のアバターが可愛いから好きです、ありがとうございます。あなんか出てくる、ありがとうございます。4位、りょうアットマーク大輝の兄さん、大輝の兄さんなんですね、大輝の兄弟設定なんや、あー設定やった、りょうさん、りょうさんは誰の、ゆいなさんのファンの方でしたっけ、
間違ってたらすみません。ランキング変わったよ。ごめんなさい。りょうさんは今日初めましてですよね、多分。これからも来てくださいね。あ、チョキ。3位、桜ゆぱ。ゆぱ。桜ゆぱさん。そういえば桜の季節やね。桜さん？ゆぱさん？はじめましてな気します。違うかな。桜ゆぱさん、桜は好きですか？私は好きです。近所にね、桜の木がいっぱい咲くとこがあって、毎年そこ見に行くんですよね。一緒に見に行きましょう。グッジョブグッジョブ、シモンシモン。ゆぱさん、桜ゆぱさん、ありがとうございます。3位です。2位、ポンちゃん、アットマークわかなしかかたん、しかかたんわかな、かたんしかわかなか、わかなとしかとかたんはわけなかのか、かたんしかわかなか、難しいね、JK 用語、JK です。ポンちゃん、いつもありがとう。あのね、ポンちゃんは名前がかわいいんよ。アバターもひよこやし、ぴよぴよ、わかなもひよこやで。時間大丈夫そう？1位、さて明日の若菜さんはじゃんけんぽん、うーですね。じゃんけんしましょう。じゃあ今日は最後に皆さん、グーチョキパー、その他で最後はコメントしてください。はい、末広さんですね。ありがとうございます。いつもつけた。1位です。ランキング未以上です。あのね、配信ありがとう。年の年の年、いやこちらこそ年の年の年です。ほんと髪の毛クンクンしよう。せっかく壇上上がったんに一足遅かった。あ、ブログか、モバメブログだっけ、モバメだっけ、ブログだっけな。返信くださってましたよね。わかんない、見ましたよ。某アニメキャラクターの名前やと思って。髪の毛の匂い嗅いでます。そういや今日サンキューの日らしいです。いつもありがとう、幸せさばいただいてます。こちらこそです。幸せいただいてて何よりです。本当にこちらこそサンキューです。いい匂い。スクショタイム、あ、どうぞ。あ、結婚してくださいっていうの忘れてた。あ、わかんのも忘れちゃってたんですけど、大輝さん、モバメの返信で呼び捨てにしてって言ってましたよね。ごめんなさい、さん付けで呼んじゃった。うわーん。ご飯食べたよ。おうどん、おうどん食べた。明日のキュンマ、キュンマ、あ、キュンマ公演楽しみにしてるね。ありがとうございます。ね、キュンマとキュンマって略すらしくて、ファンの間で。おしゃれ、今時や。誰かと、嘘、このままの名前やったんですよ。嘘、一回確認してみます。この後、嘘、ほんとほんと、なんでだろう。なんでだろう。わかんない、ちょっと怖くなってきたよ。54。こんばんは、かにゃん。うわ、髪の毛食べたくない。これ終わったらモバメの返信送る？ありがとう。ありがとうございます。あ、明日の祝、これなんて読むんですかね、祝賀会、いまいち読めなくて祝賀会って読んでるんですけど、楽しみにしてます、スルゴリラ。あー、嬉しいです。ありがとうございます、スルゴリラ。若菜の髪の毛食べたい、やめてください。いつもコメント読んでくれてありがとう。こちらこそ、祝勝会でした、すいません、祝勝会です。だって何よ。
祝賀会、明日です。ニコニコ生放送さんの祝勝会は似てるよね、感じ似てるからいいんよ。なんちょっと細かいよ。モバメ撮り始めてよかった。嬉しい、ありがとうございます。こんなんするアイドル絶対いませんよ。なんかすいません、こんなんしてやめます。お化け屋敷は大丈夫、お化け屋敷はちょっとダメですね。小学校の時にお化け屋敷、遠足で行って遊園地、お化け屋敷なんか誘われて行って、わかんない進まれへんかった思い出あるから、トラウマめっちゃ怖いよね。あ、猫の毛飛んでる。あ、じゃんけんまだいけるか、最後ギリギリになったでしょうか、じゃんけんはね。あと若菜が言い残したことは、皆さん麻雀しましょう、一緒に。若菜麻雀してるからしようね、一緒にって感じですね。前髪伸びてきちゃった。あったかくして寝ましょう。その通りちゃうやん、だって幽霊とお化け屋敷は別やん。生きてるのと生きているか分かれへん幽霊は別やん、だって別やんか。ちょっとそこはちょっと分かんない、ちょっと議論するわ。うんうん、麻雀しよう麻雀しよう。麻雀しましょうね、ニコニコ。若にあの麻雀での名前は内緒です。わかんないですよ多分。お化け屋敷、あ、そろそろかな、58とか59とかになったらじゃんけん大会しましょう、一緒に。私は名前このままでやってます。オッケーオッケー、じゃあ来たら言うね、また。58だよ。いつしよう、ギリギリにしたいけど、切れちゃうと意味がないからね。やろっか、行きます。多分時差があるのでじゃんけんにはならないんですけど、皆さん321じゃんけんポンでお願いします。グッドナイトわかんな、See you、 ありがとう。いきます、3、2、1、最初はグーじゃんけんチョキ。いや、負けてるんですけども、初っ端から負けてるんですけども、チョキが多いぞ、アイコ多いな、結構お、結構アイコ多い、おお、グーグーグー、時差やからね、ちょっと分かんないね。まあまあ勝った方も負けた方も愛子の方も、明日はあったかい格好をしましょうねっていう感じですね。すごい愛子多い、愛子なんで顎ピースしてます。赤菜の顎のサイズです。あったかくしてください、その通り、しよう。ん、こんばんは、かにゃ。そろそろやね。じゃあ皆さん、明日も頑張りましょうね。筋肉筋肉。今日も一日お疲れ様でした。寝よう。顎のサイズ俺と一緒やな。ああ、そうなんですね。これぐらいわかな。おやすみのです。もりもり。もりもり。もりもり。